プリンセスメーカー2、義理の娘を自分好みに育てる子育てシミュレーションだ。1993年に PC キュア地盤の初代が発売。プリンセスメーカーシリーズの中でも屈指の人気作である。主人公はかつて魔王を倒した元勇者。ある日土星神から娘を託され、18歳まで子育てをしていくことになるというとんでも展開だが、シミュレーションとしては思った以上に硬派。パラメータが非常に多く複雑に絡み合っている。やることが多いので、今何をすべきなのかといった判断は初心者には難しい。一方でパラメータが細かい分、それに合わせたイラストも十分に準備されており、新諸君にはさぞかしありがたいことだろう。マルチエンディング方式が採用されており、これまでの育成方針やイベントによって変化する娘の成長を楽しんでいけるのが本作の醍醐味だ。総評、レトロな絵柄だがグラフィックは綺麗。正直娘の笑顔と一枚絵を見ることがこのゲームのモチベーションだ。細かいパラメータ管理が必要な一方で、理想の娘を育てたい一心で何度もトライしたくなる中毒性がある。トキメモなどのシミュレーション好きにはおすすめだ。ゲームの途中でパラメータを上げるための作業感があるのは否めないので、妄想で娘との親子関係を補完していくことが求められるゲームである。うちが都で一番おいしい料理店、バルボンの台所だ。俺の名前を汚さないよう、元気で真面目に働け。いや、汚すだろうね。仕事サボってますけど。全然、もうだってうんこ座りしてるけど。うんこ座りしてますけど。あ、もう一日も働かないじゃん。ダメだ。バカ、もっと真面目にやれ。給料はやらん。神結の仕事は単純じゃない。いや、この人に怒られんのか。お客であった手入れが必要ね。センス悪い子はお呼びじゃないの。センス悪い子はお呼びじゃないの。いい？もう終わり。何？どれ使うんだろう。感受性か。感受性か。あ、筋力が。子育てじゃなくて子守をしとけばいいか。そうだね。もう私としたことがなんでこんな子を取っちゃったのかね。私の名前にクソついちゃった。こいつ腹立つな、もう女の腐ったような名前。才能ないよ。お前ハハバカたれ、この野郎。もオロで勝ちまったやろよ。ちょっと若すぎるけど大丈夫かしら。大丈夫かな。あ、色気、うわ、全然ダメじゃん。やっぱあモラルは上がるけど。ごめんなさいね。まあとってもジューシー。どれがいやちょっと、ね、今のいいのか。おはげが指まで舐めちゃう美味しさであった。3位なんてなってます。97点のこと汚れえな。なジジイのフェラチョやめなくなってもおっ、いいよ、ね、いいよいいよ。でも意外といけるかもしんない。当たんなければラッキーでいけそうね。やばい頼む、頑張れ。やばいよし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 、もう一回来い。もう一回。うみちゃん、よっしゃ。もうこんなもんボインボインの娘とあら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